よし、やるか。シャボンディ諸島で再集結を果たした麦わらの一味は、新世界へと抜けるため深海の島魚人島を訪れる。そこは竜宮王国が治める魚人と人魚の国だった。2年前共に戦ったジンベエによってすでに名を知られていたルフィは、仲間たちと共に王宮竜宮城に招待される。魚人族と人間とは長い歴史の中で種族間の深い確執が存在していた。しかし人間との融和を望んだ今は亡き王妃乙姫の活動の成果により、人間に歩み寄ろうと考える魚人たちも少なくなかった。一方で人間を憎み魚人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。ホーディ率いる新魚人海賊団である。かつてルフィたちがイーストブルーで倒した魚人アーロンの意志を継ぐホーディは、竜宮王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。ホーディの反乱に巻き込まれる形で仲間数名が捕らわれてしまったルフィは、残る仲間と合流し、そこでジンベエとの再会を果たすのだった。ルフィ君、見違えたぞ。懐かしいな。ジンベエ、おお、ジンベエか。また会えて嬉しいぞ。仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それがよ。ホーディの奴が、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。ジンベイ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待て、ルフィ君。お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ。お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなるか。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに、人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果、この危機から魚人島は救われるとしても、人間に立てつくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は、魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベイ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ、俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういや、お前さん、あの男の弟じゃった。止まる気がないんなら仕方ないの。竜宮城に行って仲間助けてホーディってのぶっ飛ばすんだ。それを待てと言うとるんじゃ。出せぬ。ほらほら、なんで喧嘩が始まるんだ。無人からての浸水は水の制圧、大気中の水から体内の水で衝撃の波動が貫く。生物は水の塊、お人間とて容赦はない。焦る。成果はこんなものか。戦いはこれからじゃ。焦る。
どけよ。俺はあいつらをぶっ飛ばしに行くんだ。待てと言うとろうが、話を最後まで聞け。やるのならホーディーをぶちのめす凶暴な人間にならず、この島のヒーローになってくれ。わしがホーディーにわざと捕まり助けを求める。お前さんはそれを助けてくれたらええ。そうすればわしら全員凶暴者であることが皆にわかる。が、その前にまずは竜宮城へ急ぎ、仲間を救出せ。仲間救出の方法についてでは、何とかしてくれ。雑な作戦だな、おい。お前の頼みだからやるんだぞ、ジンベイ。応援なんかされたら、こっちは調子狂うんだ。すまんな。まだ、何か悩みが？作戦名を。いらねえよ。急ぐぞ。わしは敵に捕まって広場へと侵入する。鍵を盗んで広場を内側から開けられるものは任せて。あたしとロビンならできそう。全魚人島民、聞こえるか。俺はオーディ・ジョーンズ。この国は一度崩壊し生まれ変わる。新しい王は俺だ。神秘を発揮したぞ。捕まえろ。しまった。さあ、お前さんたちは今のうちに。との決別の時、人間との友好を望む者はこの国から消えろ。族の恥さらしども、一人一人処分していくとしよう。鍵は手に入れた。ルフィたちはまだなの？麦わらのルフィだ！麦わらの一味全員来た。なぜ竜宮城を占拠した？人魚たちを誘拐したのはお前たちなのか？答えてくれ。お前たちは巨人島の敵なのか味方なのか？敵か味方か、そんなこと
お前らが勝手に決めろ。聞けば飛びような十人足らずの海賊に何ができる。こっちは十万人だぞ。やっちまえ金魚人海賊団。広場の奥にジンベエ親分が捕まってんだ。俺たち助けに行ってくるぜ。よし俺も行く。戦いに死ねん奴らは今ここですね。死んで人間への恨みを残せ。死んで恨みを残す？バカバカしい。何も残りませんよ。生き物皆死んだら骨だけ。私、命粗末にする人大嫌いなんです。失礼ですがもう切っちゃいました。おさむござんす。お気をつけて。かすりうぶきぎり。負けちゃいられねえ。みんな新世界に向けてしっかり得るものを得てきてる。魚野郎、お前は俺に狙撃され、それで終わりだ。何をつまらねえ寝言を。バカな夢見てんじゃねえよ。負け惜しみか。参った。俺も衰えたな。昔はもっと嘘ぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。必殺緑星インパクトウルバー。セミナオール海賊の実力か。
のチビ急にでかく。カルメン。あお、何も暴走まですることねえだろ。大丈夫。カルメン。さ、どうしたの。戦えるようになったんだ。負けてられねえ。アイアンパレーツフランキー将軍、略奪者の剣フランケン、エララシモトデンジャラス。キャー、下段攻め、セコイが危険だ。オーディを倒して、ジンベエ親分を助けてください。お前らみたいな不抜けがいるから、巨人族が舐められるんだ。肩を組むとは、ジンベエもとんだふぬけ野郎だ。俺がこの島の王になれば全てを変えてやる。やがて魚人族に逆らう者はいなくなる。海賊の世界も同じだ。俺こそが真の海賊王にふさわしい。海賊王？やっちまえ！おい、ルフィ！何もしてねえのに、どえらい数やられたぞ！これが、覇気。たった2年で、
ここまで。覇王色、やっぱ資質あったか、あの野郎。これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。ホーディっつったな。お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者は一人で十分だ。何万人でもかかってこい。麦わらの一味はジンベエ親分と一緒にこの国を救おうとしてくれてるんだな。あとはわしらに任せ、皆は安全な場所に避難するんじゃ。よし、俺たちが送り届けてくるぜ。あとはホーディーを倒すだけじゃ。ホーディー、お前たちを打ち負かし、わしらは人間を愛する未来を選ぶ。いい気になるんじゃねえ。黙れ、復讐という正義を受け継ぐんだな。メルディーステロイド、いくらでもくれてやる。もっと詰めろ。強そうだ、出てきた。俺に力をよこせ。謝らせてくれ。お前さんの故郷を苦しめたアーロンはわしの弟分なんじゃ。確かにアーロン一味にはひどい目に遭わされたけど、そんなひどい渦の中出会った仲間もいるのよね。全部つながってあたしができてんの。だからあたしの人生に勝手に謝らないで。なんちゅうもったいない言葉。かたじけない。お前ら何をごちゃごちゃ喋ってやがる。気をつけろ、この女の棒。さっきからいろんなもんが飛び出すぞ。魔術師か。魔法使いちゃって呼んでね。大運ロット。思い出せ、この2年間逃げた。あいつらに捕まらねえように雨の日も雪の日も雷の日も逃げて逃げて、なんで俺があんな目に。焼け焦げろ、あんな思い出。ヘルンメモリーズ。確執の歴史に目を閉じ、未来を少し変えようと歯を食いしばる、この強く優しい決意がなぜわからんのじゃ。
人ども、降参が先か、全滅が先か、三刀流、極上、大竜巻！切れる竜巻だ！止まらねえ！どこまで追ってくるんだ！地獄の果てまで。この国に重要な世界の歴史が眠ってる。荒らされる。私も不本意。ミルフルール、ギガンテスコマーノ。おいおい、なんだあれ。足スタン。ギャー。失礼。なかなか人間相手に何をやられてやがる。よっ
最後は俺が皆殺しにする。諦めろ。俺はお前たちを見るだけで地図が走る。俺たちを果てるまで助けを来い。血統士族どれほど犠牲を払った。俺は必ずお前ら人間への復讐を果たす。俺たちは人間に裁きを与えたので人間の力を得たのだ。この者を神のメジャーエッグ一刀流ミルフルール、ギガンテストボードエルワンドガン。この子も